着物を着ます。まずは半襟をつけた半襦袢、着物は右手が下で左手が上です。こちらはバラの柄の一重、黒く描かれた葉っぱの中に真っ赤なバラの花、一目惚れの一重です。腰紐をしたら後輪ベルト、そして半幅帯をくるくる巻いていきます。半幅の結び方は文庫結び、今日はストールをかける予定なので雑に結んじゃっても大丈夫。前で結んだら後ろに回します。ヴィンテージのお洋服屋さんで買ったゴムベルトでアクセントに、着物がちょっと小さいのでアームカバーをします。真っ赤なバラの茂みに大きな蜘蛛の巣、バラの香りに吸い寄せられた獲物を探しに、ショールとして使ってもいいけれども、しごきのように帯周りに巻いてもいい、バラと蜘蛛のゴスコーデです。